すごいわさわさ生えてて、で、ね、私お母さんとこう草とかお花の話聞いたりしてたから、ドクダミだとかヨモギだとかっていうのをすぐ分かったから、うわーってそれで遊んでたりとかして、別に沼だったから石を出すためと。
うるさくて眠れないぐらいカエルの声がするの。そうそう、だからさ、私東京育ち、東京生まれだから全然経験したことないわけだから、何の声だろう、怖いみたいな。でもこれカエルだよって。